キャサリン・アン・オハラは、カナダの女優、声優、脚本家。ホーム・アローンシリーズの母親役で有名だが、多くのアニメ作品の声優でも知られている。トロント出身。アイルランド系のカトリック教徒の家庭に生まれる。1974年によりトロントを拠点とする、即興コメディ集団のセカンドシティに参加。同時に、コメディエンヌのギルダ・ラドナーに支持し、ラドナーが、 サタデーナイトライブへ移るまで彼女の下で学んだ。その後、コメディ番組のセカンドシティテレビジョンに出演し始め、レギュラーとして活躍。1970年代後半あたりから、声優としての仕事も舞い込むようになり、そのキャリアの成功により、声優として多くの作品に起用されている。1980年にジョン・キャンディとアンソニー・パーキンスが出演のカナダ映画、 レッドリー・コンパニオンで映画デビュー。その後は活躍の場を徐々にアメリカへも広げ、マーティン・スコセッシュ監督のアフター・アワーズやメリル・ストリープ、ジャック・ニコルソン共演の心乱れてなどにも出演。1988年に出演したティム・バートン監督のビートル・ジュースでウィノ・ナ・ライダー演じるネクラな少女の母親を演じて同作品はヒットを記録し、 1990年のマコーレーカルキン主演のコメディ映画、ホームアローンで、主人公のケビン少年の母親を演じて、女優としての地位を確固たるものにした。その後も、コメディエンヌとしての経験を生かし、コメディ映画を中心にキャリアを重ねている。2010年2月28日、バンクーバーオリンピックの閉会式に登場し、ウィアー・ソーリーのトークテーマで、 カナダ人の謙虚さをユーモアを交えて語った。1992年にビートルジュースやシザーハンズなどのプロダクションデザイナーとして知られるボーウェル氏と結婚。現在は二児の母親でもある。自身が内臓逆位であることを公表している。ありがとうございます。